ボルジアス浮き橋護衛作戦。5月中旬、依然として帝国軍の優勢は変わらず、ガリア軍は中部戦線を打開できないまま時間だけが過ぎていった。北西部の中心であるファウゼンは激しい攻撃を受け、陥落はもはや時間の問題であり、帝国軍の優位は不動となりつつあった。セブン、君のことをこう呼ばねばならないのは実に心苦しい。今は422部隊に席を置く身です。どうぞお気になさらず。今回の任務はアイスラー少将が直々にお前さんたちを指名された。そう、複雑な事情があり君たちにしか任せられないのだよ。こちらはユグド教の枢機卿ジェンナーロ・ボルジア芸家だ。よろしく。芸家は和平の使者として帝国のユグド教本部より来てくださった。しかしガリア方面軍司令マクシミリアンは和平を認めない主戦論者だ。芸家を帝国軍に発見されぬよう帝国領まで送り届けねばならない。そこでボルジア芸家の護衛をネームレスに頼みたい。本来ならば正式にガリア公国に面会を求め堂々と訪問すべきであった。しかしそれもかなわぬほど戦火は急速に広がり、両国の遺恨は深まってしまった。我は早急なる和平を望む。苦しむのは軍人や為政者ではない、民だ。民のためにこそ危険な道を行こうと思う。我が願いに理解を示す心あらば力を貸してくれまいか。はっ、慎んで。君ならば必ず答えてくれると確信していたよ。ああ、今ここで君の名を呼べないことが私は悲しい。もとより命令は原始の身です。護衛任務はお任せください。よろしく頼む。この任務はガリア公国の未来のために必要なのだ。隠密行動のため一小隊での任務となるが頑張ってほしい。どんな部隊にいようともいつでも君を気にかけているよ。護衛中はボルジア芸家の意向を最優先しろ。いいな。了解しました。明日我が部隊はボルジア芸家を護衛し国境線を目指して出発する。待てよ、帝国軍の占領範囲を抜けろってのか。冗談じゃねえ、命がいくつあっても足りねえぞ。国境まで行けたとしても戻ってこられるのか。支援もないってのに。皆さん何を弱気な。ボルジア様の護衛ですよ。頑張りましょうよ。わあ、すごいやる気ですね。もしかしてエイミーちゃんはユグド教徒なのかい。ユグド教、バルキュリアを信仰する宗教か。はい、ボルジア様はすごいお方なんですよ。以前ボルジア様がガリアに来た時にはお話を聞くためにガリア全域から教徒が一斉に集まったんですから。ボルジア枢機卿って有名な人なんですね。
そりゃこっそり来ないと大騒ぎになるよな。影響力を考えれば帝国軍としては邪魔な存在なのだろう。ボルジア様の教義はとても分かりやすくて庶民に人気があるんです。どんなに貧しくても恵まれなくても必ず救いはあるって。確かに分かりやすいかもしれませんね。私は父の影響でユグド教に入ったんです。それでお父さん救われたのかい？まだですね。だよな。出発は明日の正午だ。各自準備をしておくように。今回の作戦内容だ。頭に叩き込んでくれ。各自警戒を怠らないように。では行くぞ。本日から新しい隊員が入隊することになった。よろしく頼むぞ。58、新ヒューガと申す。異国から参ったゆえ不慣れで迷惑をかけるかと思うが、よろしく頼む。よし、買い物は大体終わった。あとはキャンディーか。遅れるな。もう出発時刻を過ぎてるんだぞ。子供とはぐれてしまって。遅れたものは置いていく。疎開は遠足じゃないんだ。疎開か。南へ向かうのだろうな。お前、盗んだ時計を返せ。時計など知らないと言ってるだろう。お前が一番怪しいんだよ、ダルクス人め。何？ダルクス人だから俺が盗んだというのか？そうだ。ダルクス人は殺しも盗みも平気でやる連中だからな。ダルクス人を犯罪者のように言うな。それ以上言うのなら。待て、そこの君。これを噛んで落ち着け。なんだこれは。あんたも俺をバカにするのか。いいから噛め。舐めるんじゃないぞ。こんなもの。邪魔をするな。そいつは俺の時計を盗みやがったんだ。俺は盗みなどしない。落ち着けと言ったはずだ。君は少し黙っていろ。盗まれた時計は高価なものなのか？金時計だ。ポケットに入れていたのをこいつが盗んだんだ。ここは人通りが多いが、彼が盗んだ瞬間を見た者はいないのか？
そいつが素早かったんだ。君は時計を盗まれた直後に気づき、ずっと目を離さず彼を追ってきたんだな。ああ、間違いない。ならば盗まれた時計は現在彼が持っている。そうだな。では彼の身体検査をしよう。もし金時計が発見されなかった場合、君は彼に誠意を込めて謝罪しなければならない。それでいいな。謝罪だと？冗談じゃねえ。誰がダルクス人なんかに。彼を泥棒だと公衆の面前で言ったのは確信があるからだろう。うるせえ、余計なことしやがって。覚えてやがれ。もう少し粘ると思ったが、あっさり引き下がったな。なぜダルクス人の俺を助けた？助けたつもりはない。潔白を証明せず怒っている君が見苦しかったからだ。何？結局あんたもダルクス人を見下しているだけか。俺がダルクス人を見下す？見下すどころか感謝しているくらいだ。感謝だって？今の俺があるのは、一人のダルクス人が俺を認めてくれたからだ。彼は立派な男だ。俺だけじゃなく隊員たちにも信頼されている。そのダルクス人は軍人なのか？そうだ。軍人。軍人に興味を持ったのか？やめた方がいい。理不尽なことが多すぎる。君は疎開するのだろう。なら生き延びることだけを考えればいい。準備は整ったな。それでは出撃する。
了解だ。やったぞ。やった、これで進める。行動開始する。まるで狙ってくださいと言わんばかりだな。うわっ！そこだ！了解だ。援護するぞ。撃つぞ。敵撃破。やられた。お前ら強くてよ。任せろ。
見つけたぜ。発砲するな、あれは味方だ。邪魔だ。よっしゃ。向こうにもあんな奴がいたと。出撃します。先は長くない。遅い。おい、やるぜ。攻撃目標を確認。どういう気持ちって分からねえ。
警備隊は何をやっていた。行動開始だ。くらえ。出撃します。動くな、敵撃破。やるときはやりますよ。行動開始。やるときはやりますよ。準備 OK。 いつでも行けるわ。当てる。いずれ向こうで会おう。なんて奴らだ。料理の前に一仕事だ。まあ、ここは任せた。当たれ。出撃します。当てる。損傷大。まずいぞ。
だな。行動開始。動くな。敵撃破。この調子で攻め上がるわよ。私行きます。援護する。みんな、ご苦労だった。
帝国軍め、ここから出ていけ。ここはまずい。撤退だ。動けない。助けて。
Thank you.
撃してあげる。あの子を思い出すわ。ならないわ。目標敵を確認。諦めないぞ。俺の出番だな。いたぞ。今から突撃を行う。
そこね。撃破したわ。押されている。応援を頼む。発見したわ。私の番ね。そこね。撃破したわ。味方がやられた。うん、やれる。みんなの役に立ちたいの。慌てるんじゃない。料理の前に一仕事だ。もう一頑張りだな。訓練通りやればいいんだ。俺の出番だな。いたぞ。くらえ。いっちょ上がり。今がチャンスだ。勝ったか。よかった。
Thank you.
警戒を厳にしてくれ。油断するなよ。ここが正念場だ。料理の前に一仕事だ。よし、やるか。当たれ。いっちょ上がり。いい流れだ。私行きます。やったぞ。なかなかやるじゃないか。必ずある。発見した。そこだ。仕留めた。なんて奴らだ。
行くぞ。この戦い負けるわけにはいかん。やった。なんていう手前だ。敵は確認できない。よく頼む。僕たち、もしかしたら勝てるかも。任せときなって。強さは速さでカバーするのさ。訓練通りやればいいんだ。スマートに行くぞ。俺の出番だな。期待が重いぜ。華麗に決めるぜ。任せときなって。スマートに行くぞ。相手が悪かったな。パワーが有り余ってるんだ。了解だ。俺の出番だな。当たれ。うまくいったぜ。向こうにもあんな奴がいたと。料理の前に一仕事だ。いっちゃがり。応答しろ。どうしたんだ。お、なんかいい感じだぜ。敵に立ち向かれるな。
止める。行動開始する。指示が通らないな。当てる。仕留めた。助かった。ありがとう。被害甚大。何をやっている。すまないな。負けたくない。
了解だ。敵発見。まずいな、完全に押し込まれている。まずいな、完全に押し込まれている。これ以上は持たない。何か手を打つなら今しかないぞ。隊長殿、話がある。ボルジア警官、ここは危険です。危機的状況は理解している。ここは我が使者となり、停戦を求め交渉してみよう。いけません。それではゲイカが帝国軍の手に落ちます。ここで死ぬわけにはいかないのだ。それに私も帝国の人間、心ある帝国民ならば交渉に応じると信じたい。ゲイカ、わかりました。各員、戦闘中止。白旗を上げろ。ダハウ隊、敵が白旗を掲げました。うん、攻撃中止だ。向こうの出方を見よう。どうやら受け入れてはもらえたようだな。クルト、向こうから交渉受け入れの条件が提示されたぞ。隊長を含む代表者4名、体内にダルクス人がいれば優先して選抜せよと。ダルクス人を？ダルクス人部隊だからか。俺は興味があるから同行するぞ。あとは万一に備えて忌むか。残りは俺とボルジアゲーカの4人だな。ガリア方面軍特別遊撃部隊カラミティ・レーベンの隊長ダハウ隊です。ジェンナーロ・ボルジア警下に拝謁でき光栄に存じます。かしこまることはない。交渉を求めたのは我らの方だ。では
芸家に続き同行者の尊名を頂戴したい。護衛部隊隊長セブンだ。私は名を聞いている。答えられぬ場合は交渉決裂となるが。422部隊隊長のクルト・アービング少尉だ。同隊員グスルグ総長。任務か。よろしい。交渉は簡単なものとしよう。ボルジア芸家を引き渡せばアービング少尉以下隊の安全な撤退を保証する。以上、問題はないな。芸家をどうするつもりだ。私はダルクス人だ。もとより争いごとは好まぬ。芸家の和平交渉を支持する。だが職務上芸家をマクシミリアン殿下に引き渡す義務がある。護送中の丁重な扱いは約束するが、処遇について口を挟める立場にはない。それはご理解願いたいな。それで十分だ。申し訳ありません、ゲーカ。任務失敗を陳謝します。精一杯務めてくれたことを感謝する。そなたたちの努力を無駄にせぬために殿下と対話してみよう。アービング少尉、次に会うときは対等な条件で戦ってみたいものだな。チェスでさえ先行と後攻がある。対等な条件などありえない。違いない。だがそれに近い条件で戦えることを期待しよう。質問したい。俺たちダルクソ人を呼んだのはなぜだ。知ってもらいたいからだ、私の存在を。え？グスルグ、君はダルクス人であることに自信と誇りを持っているか。私は持っている。ダルクス人は優れた民族だという自負をな。それを証明するためにダルクス人の部隊を率い戦場に立っている。あなたのような堂々としたダルクス人は初めて見た。ダルクス人は報復しないことを美徳とし、迫害にずっと耐えてきた。だがそれだけでは未来はつかめない。我々には希望が必要なのだ。希望？ガリアの同胞に伝えてくれ。希望と誇りを胸に戦う我が部隊の存在を。帝国はガリア以上に迫害が厳しいはずだ。それなのになぜ。過酷だからこそ分かるのだ。ダルクス人に必要なのは希望なのだということがな。過酷だからこそか。イムカと言ったな。君の胸に希望はあるか。そんなものは必要ない。私は何も強要しない。ダルクス人は自ら気がつかねばならないからだ。グスルグ、イムカ、お前たちもいつか気づく日が来るだろう。何なんだこの男は。本当にダルクス人なのか。前回の戦闘も第七小隊の協力なしでは負けていた。俺は二度ダハウという男に負けた。彼は俺よりも上だ。何が劣っているんだ。俺は彼より。何が。それを見出さなければ。超える。必ず超えてみせる。
ジェンナーロ・ボルジアス機卿が帝国軍特別遊撃部隊に奪われる。この件はアイスラー少将以下数名が知るのみの機密事項とされた。和平への道は完全に断たれてしまったため、ガリア軍司令部でも主戦論が優勢となる。戦況打開の糸口など見えてはいなかったのだが。